はい、こんにちは。村田嵐です。本日はですね、大人気企画、ハウトゥー企画をやっていきたいと思います。久々にですね、本日はハウトゥー企画。最近はもう試合のために、海で撮影ばっかりしていたんですけど、まぁ、ちょっとですね、練習後ということで、家で撮影をしているんですけど、本日、ハウトゥー企画、何をやっていくかと、言いますと、テイクオフ編、プロとアマ、何が違うのか、をやっていきたいと思います。Baby, can you hit my line? はい。というわけでですね、プロとアマ何が違うのかっていうのを本日やっていきたいんですけど、やはりですね、皆さんサーフィンが上手ければパドルは速いって思う方もおると思うし、体がでかかったり手が長かったりしたらパドルが速いってやっぱり思う方おると思います。僕もですね、やはり、思っていました。体がもしもっと腕がも長かったらなとか、サーフィンが上手くなればパドルが速くなるんかなと、ずっとですね思ってたりしてました。でもですね、全然違くて、 CT サーファーの方を見てもらえれば分かるんですけど、すごい体がでかくてもうめちゃくちゃでかい方、ガブリエル・メディーナやったり、ジョン・ジョン・フローレンスやったり、めちゃくちゃ高身長やと思うんですけど、逆に低身長の、コナー・ゴフィンやったり、イタロ・フェレイラ、めちゃくちゃ上手い選手でもパドルがめちゃくちゃ、もう本当に速いんですよ。でそれはですね、まあサーフィンの技術やったりうまさも、踏まえての話なんですけど、じゃあ、初心者の方とプロの方パドル対決したらどっちが速いかって考えた時に、やはりですね、もう経験値やったり、まあ知識やったり、まあやってきたサーフィン歴の違いやったりも踏まえて、やはりですね、プロの方が速いんじゃないかなって誰が考えてもそう思うと思います。だけどですね、もうやっぱりサーフィンの上手さ、体のでかさ関係ないと僕は思います。僕はですね、どっちかというと普通に低身長なんですけど、それなりにですね、いろんな知識やったり、いろんなサーフィン法やったり意識を変えながら日々ですね、パドルを速くなるために頑張っておるんですけど、やはりですね、やっぱり身長のせいにしたり、サーフィンの技術のせいにはしたくないですよね。はい、というわけでですね、本日は、その初心者の方のパドルスタイルと、プロの方のパドルスタイルの違いを、やっていきたいと思います。やはりですね、知識が、あれば全然に、サーフィンのレベル関係なく、パドルが速くなると思うので、絶対にいいことやと思います。普通にですね、僕が海に入っていて思うのが、初心者の方と、プロの方を比べてみて、 100% の確率でプロの方が速いっていうわけではないと思ったんですよ。なので、今回ですね、この動画をやっていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでですね、最初にまず見ていただきたいのが、僕のですね、パドルを集めた動画をまず見ていただきたいと思います。それではですね、早速、見ていきたいと思います。はい、こちらが僕のパドルを集めた動画になります。実はですね、僕はどちらかというと昔からパドルが得意な方ではないんですよ。動画で何回か言ったことあるんですけど、正直得意ではないんですけど、それなりにいろんなコーチやったり、いろんなプロの友達にいろんなことを教えてもらった上で成長したパドルなので、知識が少しあると思うので、皆さんにですね、伝えていけたらいいなと思います。まあ波はそれぞれ違うんですけど、まあこんな感じで僕のパドル総集編はこんな感じです。はい、というわけでですね、プロと初心者の方何が違うのかっていうのはですね、早速やっていきたいと思います。まずですね、僕が、まず一つ目に、思うのが、必ず、前を見て、パドリングをするっていうのが、絶対に必要やなと思います。こちらの動画でも100発100中で顔を上げて、パドリングをしているんですけど、海で見かける初心者の方が下を向いてパドルしている方がすごく多いなと思います。やっぱりですね、こうパドルに気を取られて、目線が下を向いてしまう現象っていうのは、起こると思います。僕は本当になるべくめちゃくちゃ大きい波でも、めちゃくちゃ小波でも絶対に前を向くようにしております。その理由は何かというと、やはりですね、波っていうのは自然なものやから、いきなり急に惚れてきたり、急に波がなくなってきたり、あとは急に変な割れ方がしてきたりすると思うので、やはりですね、前を向かないと、波の状況も把握できやんし、あとはパドリングに集中ができないと思うんですよ。こういう風にですね、最初の頃は僕もなったんですけど、パドルに気を取られすぎて、こういう状態でパドルをしてしまう方がおると思います。それは絶対に NG ということで、明日の海から絶対にやめた方がいいなと思います。 CT サーファーとか
もう本当に上手な選手の方で、こう下を向きながらパドルする選手って本当におらんなと思うんですよ。なのでそこが初心者の方とプロの方の違いやなと思うし、逆にそこだけを直せば、本当にパドルが、いつもより2倍ぐらい違くなると思いますね。そこだけを変えてみてもすごく大事やし、今回ですね、3つのポイントに関してやっていきたいんですけど、本当にその3つ、この数少ない3つの中の、1つにも入るような、大事なポイントなので、皆さんもですね、そこを、意識して明日からサーフィンしてみては、どうでしょうか。はい、というわけでですね、1つ目はこんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録よろしく。はい、というわけでですね、2つ目のポイントに関して話していきたいと思います。先ほどの動画を見ていただいたら分かると思うんですけど、全部の、パドルが、共通していることなんですけど、本当に体が、ブレないということがすごく大事やなと思います。バタ足をするにしても、本気でパドルを漕いでるにしても、小波で本当に軽くてなかなか割れなくて、乗れるか乗れないか分からない状態の時でも共通していることがありまして、それは何かというと、体がブレてないということが本当に、注目してほしい、ポイントですね。やっぱりですね、体がブレることによって、板の、軸がブレてしまうことによって、すごくパドリングに抵抗になると思います。やっぱりですね、速度も、ロスするし、波の上をきれいにパドリングで走れなくなると思います。バタ押しをするにしても、パドルするにしても、やっぱりですね、冷静にしっかりとこの軸を保って、パドリングをすることがかなり大事だなと思います。やはりですね、波に乗りたいっていう気持ちが、強いですよね、サーファーっていうのは。それは当たり前なんですけど、波に乗りたい波に乗りたいって、それだけを考えてしまって、こうパドリングを、わーって体がブレたまま、こういう風にパドルしてしまう方やったり、あとはバタ足で本当にこうバーバーバーってバタ足をすればいいと考えてしまって、やけくそにバタ足をしてしまう方がおると思います。これ結構本当にバタ足がネックになってくると思うんですけど、バタ足をするならば本当にこういう風な大きい振り足ではなく、 CT サーファーの方やったり上手いサーファーの方を見て僕は勉強したんですけど、パドルの速い選手の方でこういう風にですね、大きな足の使い方をしとる人がいなかったんですよ。なのでそれを僕が真似して、バタ足をするときはなるべく結構冷静に、なんていう、小刻みに数を、増やすっていうことを僕は意識しました。大きく振ったら振るだけ、やはりですね、板が、こういう風に揺れてしまったり、体の軸が、ブレてしまったりすると思うんですよ。なので僕が、上手い選手を見て考えたのが、冷静に体の軸をぶらさないように、冷静にですね、しっかりと小刻みにバタ足をする。だけどですね、冷静にバタ足をするんですけど、だけど、回数を増やすっていうのが結構ポイントだなと思います。まあ冷静に、ただ冷静にバタ足をするだけではですね、ただですね、バタ足をしているだけっていう風になるので、絶対に結局はですね、パドルを速くするための、バタ足法なので、回数を増やして冷静に体の軸をぶらさないようにパドルをするっていうのがかなり大事なポイントなので、皆さんもですね、ぜひやってみてはどうでしょうか。チャンネル登録よろしく。はい、続いてラスト3つ目の、ポイントなんですけど、続いてはですね、パドリングを、する時の、こちらの手の、こういう風な開き方やったり、パドルの、形ですね、っていうのを、お伝えしていきたいと思います。やはりですね、こうパドルをする時に、肝心なのが手のこの角度やったり、この手の開き方がすごく大事になってくるかなと、思います。何度かですね、CT サーファーの、テイクオフパドル編を見て、勉強して、見て試したことがあって、それで僕がですね、一番これ早いなと思ったことを皆さんにお伝えしていきたいと思います。で、このですね、パドルの時の、この手の形やったり、この角度がどれが一番早かったっていうかというと、
普通に動画を見たら普通にこうやって平行にしてパドルをしとるやんって思う方おると思うんですけど、まあそれはちょっとですね、正解でも不正解でもなくて、だけど僕が一番早いなと思った形が、こちらの平行より若干斜めの、本当に若干なんですけど、それでもそんな角度で変わるんかって思うんですけど、若干こういう風に内側に入れる感じで若干こういう風な斜めな角度を作ります。こういうこれが平行やったら若干斜めを作ります。こうすることによって水をつかむ量が増えて、あとはですね体力的にもそこまで体力が減らないっていうことがポイントかなっていう感じです。こういう風に平行でパドルすると水はもちろん使うんですけど体力が思ったより減ります。なので僕が発見したのは若干こういう風に斜めにしてパドルをすることによって体力も持つしパドルも速い、なので一番最高なパドルの方法かなと思います。あと何が大事かというと、このパドルの時の手の開き方っていうのが大事です。こういう風に思いっきり開いてしまうのもあかんし、こういう風に閉じてしまうのもあかんし、正解なのはもう中間、開く、一番開いとんのと全然開いてない中間の若干開くっていうのが僕的にはポイントかなと思います。これ結構教えてもらえるタイミングっていうのはあまりなくて、その初心者の方やったら一番最初にスクールとかで教えてもらうのはパドルをしてサーフボードに手をついて立つ、この3ステップを簡単にしか教えてくれないと思います。だけどですね、本当にパドルを速くしたい方っていうのはこのパドルのする時のこの角度やったり手の開き方っていうこの本当に細かい点でも全然パドルの速さやったり本当にテイクオフの速さが全然変わってくると思うので、そういうところをですね細かい点を追求していくと全然サーフィンに影響してくると思うので、そこを本当に大事にしていただければ全然サーフィンが変わると思います。はい、というわけでですね、本日はこちらの、僕が思うパドルを速くするための、3つの方法に関して、話していきました。やはりですね、サーフィンが上手いイコールパドルが速いっていうのはやっぱ違うと思います。普通に海で見かける方やったり、たまたま見かけた方でめちゃくちゃパドルが速い方もおるし、僕より全然パドルが速い方いくらでも、おります。だけど本当にそのパドルのことを追求している方やったらサーフィンのレベル関係なく速いと思いますし、やはりですねパドルが速い方はそれなりに勉強してパドルについて、やっていると思います。まああとは大事なのはオフトレかなと思います。そのパドルに関して海でやることはいっぱいあると思うんですけど、陸でやることもたくさんあると思います。でそれで陸でやるオフトレに関してとても大事だなと思うのが背筋を鍛えること。やはりですねパドルはこう胸をずっと上げながらパドルをしてしないと、ダメなので、やはり背筋がないと体が落ちてしまうから、背筋のトレーニングをすることが、大事かなと思います。あとは、体幹トレーニング。これは体幹トレーニングはサーフィンに関してめちゃくちゃ大事なことです。パドル以外でも使えることやし、もちろん背筋もパドル以外で使えることなので、絶対にした方がいいと思うんですけど、必ずオフトレっていうのは確実にしなければならないことやなと思います。サーフィンのレベル関係なく上達したい方はぜひですね、オフトレやったり、今回の YouTube をですね、海に入る前に見ていただければ、上達する近道になるかなと思いますので、本日もですね、ご視聴ありがとうございました。というわけでですね、本日はこんな感じで終わっていきたいと思います。ちょっとでもためになったなと思ったら、チャンネル登録とインスタグラムフォローよろしくお願いします。チャンネル登録よろしく。